の方に、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。ありがとうございます。本日の大風呂敷サミット司会進行の方を務めさせていただきます、中崎と、浅野です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは早速開会宣言なんですが、先ほどもちょっとお伝えした通り、この福島大風呂敷工場の大家である、大友義秀さんの方から宣言していただこうと思っていたんですが、はい、事情により、少し到着の方を遅れております。なんか業界っぽいですね。そうですね、それでですね、プロジェクト福島代表の、山西清之進より、はい、開会宣言の方よろしくお願いしたいと思います。あ、こちら今日はいろいろもろもろオペレーションこちらの方でしていただきますが、見えないことに、なっておりますので、皆さん見ないふりをしながら、はい、今ここからね見える。はい、はい、事情により代表を変わりました、山西です。よろしくお願いします。第1回、プロジェクト福島大風呂敷サミットに、ご参集いただきまして誠にありがとうございます。全国から、北は札幌、西は多治見まで、本当に7カ所、8カ所の、風呂敷工場の皆さんをこのように一堂に会して、このような、場を持てたこと大変ありがたく思っています。これもですね、明日東京駅で開催されるアンサンブルズ東京、田村さんあちらにいらっしゃいますけれども、アーツカウンシル東京の、主催で行われます、アンサンブルズ東京。そしてここの天王洲でですね、9月12日に、盆踊りをやります。 Today's Art 展というオランダのメディアアート展なんですけども、そちらの、大変多大なるご協力をいただきまして、ここに、天王洲に風呂敷工場を開設することができています。ということで、ここで今日は本当に皆さんの力を、本当に存分に協力いただいて、はい、あ、そうですね、申し訳ありません。そして、朝日アートフェスティバルも、この風呂敷サミットご協力いただいてます。ありがとうございます。そして、このフェスティバル福島とか除幕式とかあちこちで、この大風呂敷を使った催しが行われていて、今日はそれぞれの場所で、思ったこと、やってきて考えたことなどを、交換できて、この先につなげていけたらなと思いますので、今日はいろいろ、お聞かせいただけたらと思います。ということで、第1回大風呂敷サミット始まります。はい、ということでですね、素敵な開会宣言、山西清之進からさんからいただきました。呼び捨てにしちゃった。ここからはですね、また基調講演に移りたいと思います。